なろ YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、こちら一番上、輝かしき女王、あと7日、1週間やってるみたいなんですが、僕パズドラ始めてから、多分これはやってないんじゃないかな。初めて見たダンジョンでした。で、今ちょっと攻略サイトで見てみたら、めちゃくちゃ合成経験値高い、超メタドラとか超ゴルドラよりもさらに高いクイーンドラゴンみたいのがゲットできるんですね。なんだったっけな、クイーンメタルドラゴンとクイーンゴールドドラゴンで、どっちかが出てくるんだよね。僕の予想ではなんかメタルの方が欲しいんですけど、だけどゴールド出ちゃうっていうのがなんか僕だと思うんですよ。どっちが来るんでしょうか。モンスターは多分特に何でもいいと思うんで、メタル来いよ。やっぱりかい。初めて見た。クイーンだから可愛いな。これは強くないんだよね、そんなにね。まあ、いつも通りやりましょう。どうしようかな。愛情を注ぎ込みパズルをしようじゃないか。愛情を注ぎ込みパズルをしようじゃないか。よし。いきまーす。よし。愛情のロックコンボ。倒せるのかなこれ。 GO。 倒せない。愛情のロックコンボ倒せない。よーし、ちょっと大回りでいくか。まあ、こんなに悩む必要全くないんだけどね。よーし、この左下の緑からいこうかな。うん、いきます。はい、4、お、6、7、愛情の7コンボさあゲットでーす。ドカランドカラッシャン。あー、闇欲しかったな。闇の風格がすごいよな。アスクリア、あ、魔法石ゲット、ラッキーラッキー。あー、やっぱ闇が良かったな。クイーンメタルが良かったな。クイーンゴールドドラゴン、強化合成用モンスター。せっかくなんで今合成しちゃいたいと思います。昨夜に合成します。今レベル64です。さあどれくらい上がるのか。光属性に合成すると15万の経験値みたいなんで、いきます。何レベルになるのかな。ポン、70くらいいっちゃう感じ。あ、まあまあ、こんくらいなんだね。まあまあ、こんくらい、こんなもんだよね。ちょっと期待しすぎた。レベル低いモンスターにやったら一気にガーンっていくだろうね、これ。あー、闇が欲しかった。ヒカキンゲームズチャンネル、まだチャンネル登録していないという方いましたら、ぜひぜひ登録よろしくお願いします。スマートフォン、タブレットからご覧の方は、この動画画面の下にあるチャンネル登録ボタンから登録できます。PC からご覧の方は、動画内のこちらのチャンネル登録ボタンから登録できますので、ぜひぜひクリックよろしくお願いします。バイ。